がスクールバスも来るのね。なんか有名なところなんでしょうかね。どうするこれが浅村のところだったらやばいよ。さすがに違うよな。後で調べとこう。あ、もし本当にドボンだったときは、あ、ここからね、急にカットインがボコンとね、無理やり入ってね、私が土下座して謝ってる映像が入ってると思います。一駅ぐらい歩いてみるか。うん、歩いてみてもいいな。歩いたら楽しそうな感じはありますもんね。今来たのを反対側に行けばいいんだ。餃子屋さんとか、そう、今回言うてね、乗り換えに行く乗り換えになりますから大変だね。あ、こんにちは。こっちから行けんのか。あとあんちが、北江口第八新高架炭酸の湯なんて久々ですか。あ、なんかと思った。まあ、炭酸泉が、お風呂で沸かしてくれるようなサービスがあるんでしょうね。知らんけど。上はこんな感じなんや。よくずっと、団地なんかな。あっちはなんや。あれ、新幹線か。山陽新幹線。山陽じゃない、ここギリギリ東海道新幹線か。東海道新幹線やったら走ってくとかも見れるでしょうね。シャッターシャッ。多分新幹線か？この辺りやったら。そっちの方が歩くのにはなんか向いてそうやな。どっち行った方がいいんやろ。迷わず地図を見よう。はあ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 。河川敷来たらとんでもない方向に行っちゃいますね。あかんな。阪急の駅には行けるみたいけど。まあ阪急ってそこから天国で天下試合って言うてもあんのか。電車通ってもいいけど、無茶専用にあれでしょうね。お、なんか黒って聞こえる。お、やっぱ新幹線や。16両編成で行っとるし、
まあ、新大阪も言うてそんなに払えてないですから、もうスピードも、あれぐらいになってますよね。この道を道なり行ったら良さそうな感じかな。ふぅ。暑い。横はもうずっと団地なんやね。まあ、ここの辺の団地の人とかお客さんとしてバスとか地下鉄を通してあるんでしょうね。まあ、利用者さんがあんま多くなってそうな感じだったけど。でもあれなんですね。全部これ今だとこの間そんな長い区間じゃないんでね。全部これ、この行き来なんかと思ったら清水止まりってあるんですね。来る途中折り返しの電車が清水行きになっとったんで、って。いうようなことがありましたね。あ、やっぱそうだ、東海道新幹線だ。そこのところが JR 東海になってますもんね。だこんな頻度だ。やばい、やっぱり東海道新幹線だね。よいしょ。しまった、ファミマでお茶買っときゃよかったな。熱っ、舌汗かいてきた。ひめっとしてるんで案外不快だ。今日は雨降らなさそうなんでね、このまま続行できるでしょうけど、明日なんかやばそうなんだよな。いっそんこと雨の島スペイン村でも行ってみるか。イカ焼きか。現在地で、あ、来た、はい、でくぐったら、なんかね、こっち行って中村歯科医院、このままこっち行ったらいいんやな。違うな。今南に来とったんやで。あ、じゃあ、そこに、イカ焼きのひまわりさんがあるやろ。これ、この道がそっちやろな。これで、そっちのこっちやから、こっちでいいんや。うん。で、中村歯科医院ってところを折れたらいいんやな。もう分かりやすいな。おぉ。で、商店街、あ、よかった、パリもある。飲み物買えるわ。よしよし。変わったファミマやな。待て待て、ありがとう。ファミマに近い場合ない。